私を呼ぶのは。待て、自分はまだ覚醒して処理を開始。システムイエロー、5秒後に再起動。システムエラー、覚醒処理に問題。対象に深刻な影響。停止処理キャンセル。システムの停止はできません。カウントダウンを開始。5 4 3 2 1。あなたに良き目覚めを。ここはどこだ。真上には見慣れぬ布の天井。ほのかに明るい。いや、薄暗いのか。この音、火なのか。世界が歪んで、なぜこんな。目が覚めた？気分はどうかな。外傷はなかったけど、どこか具合が悪いところがあったりする？まだ意識が混濁しているのかな。お前はここはどう言えばいいんだろう。ちょっと説明するのが難しいかな。それよりあなた自身のことどうなってるか覚えてる？自分、まだ無理しないで。知りたいことも後でちゃんと教えてあげる。ああ、そっか。これは夢か。今はただ安心してお休みなさい。もうまた部屋を散らかしたまま。やっほー、おじちゃん来てあげたよ。喜んだよね。今日はおじちゃんのために大好きなクッコ作ってあげるんだから。おじちゃんがおじいちゃんになってもお嫁さんいなかったら、私が結婚してあげようか？私は心配だわ。せめてここじゃなくて向こうに、いつ帰ってきてもいいのよ。なんだかあなたが急に遠くなったみたい。昔は何かにつけて私やあの人の後をついて回っていたのに。薬は飲んだか？目覚めた時にはお前の前に新しい世界が待っているだろう。そうだ、お前こそが最初にして最後の。もう疲
作ってあげないから。でしょ？いいよ。絶対来てね。指切り玄満だからね。針千本なもんだからね。約束だよ。そうだ、約束、行かなければ待っている。あいつが待って。どこだ、ここは。ここは一体自分はなぜこんなところにいる。なぜだ、なぜ。ダメだ、思い出せ。自分は今まで何をしていたんだ。いて、なんで。寒い。なぜこんなって…いや、ちょっと待て。何だ、この格好は。この寒い中、薄い上着だけ…だと…しかもパンツ履いてない…スススどころじゃないぞ…夢か。ダメだ、自分をごまかすにも無理がありすぎる。この寒い中、脱げばすっぽんぽんの浴衣姿だ。今はまだいいが、夜になったら冗談抜きで風邪をひくどころか、下手したら凍え死ぬかもな。これが夢幻でないというなら、自分が解放されていたらしいあの天幕は実在するはずだ。ともかくそこまで戻った方がいい。どうする。とにかく道っぽく見えるところを突き進むか、それともここで助けを待つべきか。遭難した時は動き回らず救助を待った方がいい。だが問題は、自分を助けに来てくれる連中が果たしているかどうか。自分が何でここにいるかわからない状況で捜索を期待するのは虫のいい話だ。となると、多少の危険は覚悟の上でここから移動した方がいい。暗くなる前にとっとと移動しよう。なんだ今の感じは。なんだ何だ、鳥か。はあ、驚かすなよ、まったく。妙に騒がしいな。何だってまたあんなに。またか、何か得体の知れないものに睨まれたような。気分が。なんだこれは。
んだ、何なんだこいつは。一体何が起きてる。どうする、どうすればいい。するはずがない。だからこれは夢、あれは幻。振り返って見てごらん。ほら、きっとそこにはみんなの満面の笑顔が。壁をよじ登れば上までなんとかって、今上戻ったら間違いなく奴に食われるな。となると、上へ逃げられないとなると奥へ進むしかないが、やはりここでおとなしくしてた方が。あの音、近づいてきてる。こんなところでグズグズしてたら見つかってしまう。ためらってる場合じゃない。くぅ、なんだってこんな目に。されてた。逃げられない。自分は死ぬのか。こんなわけのわからない状況のまま、こんなわけのわからない生き物に食われて、このままやられる。
勝ったのか。自分は生き残った。今のうちに急いでここから離れないと。してるような感じではっきりとは聞こえない。目と耳を塞いで。手榴弾。これはホーケルの後。追いつかれる。うひー、今のうちに。死ぬ気になれば何だってできるって本当なのかも。と命を救ってもらったんだ。せめて一言お礼を言わないとな。助けてくれてありがとうございます。改めて見ても本当に美人さんだな。私の顔がどうかした？いや別に。それにしても少し目を離した隙にいなくなったと思ったらあんなことになっているなんて。間に合ったからよかったものの、あまり困らせないでほしいかな。申し訳ない。目を離した隙にいなくなった。それって一体どういう意味だ？そういえばこの子以前どこかで見たよ。もしかして自分のことを知っているのかですか？え？もし自分がどこの誰なのか知っているのなら教えてくれ。え？ああ、自分は誰なんだ？ここは一体どこだ？さっき襲ってきたのは。それに、それと、それから、尋ねたいことが多すぎて頭が混乱する。自分はとりあえず戻ろっか。何？いつまでもそんな格好だと風邪をひいてしまうかな。格好？そういえばこんな薄布一枚で森の中をうろうろと。行こう。おい。